NHK から国民を守る党、町田敏光、40歳。NHK から国民を守る党、管理委員会、監視委員。NHK から国民を守る党、バラエティー班所属、YouTuber。では、町田敏光さんの政見放送です。 栃木県より NHK をぶっ壊す。NHK から国民を守る党管理委員会を監視する委員、土地乙女町田です。さて皆さん、NHK から国民を守る党ご存知でしょうか名前の通り、NHK から皆さんをお守りするというスペシャルな精鋭部隊です。今、NHK では放送を見ていても、見ていなくても、受信料の契約を皆さんから取る。 そういう活動を NHK が行っております。まあ、この集金活動が本当にひどい。朝でも夜でも、ピンポンピンポン、どん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 。これはですね、本当に 恐怖です。そういった皆様、そういった人からをお守りする活動を行っているのが、私たちの NHK から国民を守る党になります。 NHK の受信料というのは放送法で決められています。放送を受信する設備を設置した場合は設置した日から払いなさい。まあ、これが放送法なんですけれども NHK はここの部分だけ 一生懸命説明をして皆様からお金を徴収しています。しかし放送法には続きがあります。放送の受信を目的としない場合は払わなくていいです。そのように書いてあります。ぜひ皆さんもインターネットで 確認してください。そこにエビデンスがあります。それにもかかわらず、NHK はカーナビ、ワンセグ携帯、テレビが映れば何でもかんでも契約をしなさい。契約をしなさいと、まあ、しつこいくらいに 自宅に訪問してきます。騙されて契約された方、一体何人いるんでしょうか今、NHK が皆様から騙して取った受信料、なんと、8000億円、NHK は現金で持っています。 8000億円ですよ。8000億円持っていたらですね、子供たちにもっともっと遊び場を作ったり、若い方にお買い物ができるように、どん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 商業施設を建てたり、そういったことができます。 騙して取ったお金なので、ぜひ、皆さんに還元してほしいと、私は思います。NHK を、ぶっ壊す !NHK、不祥事も非常に多いです。いろいろ問題を抱えています。見る人は払う。 見ない人は払わない。そんな当たり前の制度に変えていきたいと思います。そろそろ時間なので、続きは YouTube をご覧ください。NHK をぶっ壊す栃木県選挙区、NHK から国民を守る党、町田利光さんの放送でした。